疲れさまでした。お疲れさまでした。これが沖縄のオリオンビールですか。一緒でしょ。めっちゃうまそう。もらっちゃったぜ。はい、どうもこんにちは。今回僕たちね、来ました。こちらですね、ハイセイキッチンさんですね。正直行くっていうことだけは一方的に伝えてあるんですけど、まあ、何時に行くかとか伝えてないんで、いや、わかんないです。入れなかったらここでも終了で。また、今日金曜日ですね。今何時ですか ?9 時ぐらい。やばいな、なんとかなるっしょ。これでダメだったら待とう。行ってみましょうか。お、こんにちは、小山さん。お、小山さん。俺たち YouTube 撮ってるんですよ。マジっすか。はい、エルピスチャンネルで検索してください。モザイクるよ、モザイクるよ。はい、じゃあ、小山さんに会ったということで、はい、行きましょう。こういって、こういって、こうがどうだな。こういって、こういって、こうがどう。行きましょう。とりあえずノックじゃないか。お腹が空きましたよね。海ぶどう、とりあえず海ぶどうおすすめですもんね。何食べたいですか。これ海ぶどうは食べたことある。それ以外の沖縄料理は食べたことない。ベースオリオンビール飲もうか。オリオンビール飲んで何にしようかな、迷うな。これ何、わかんない。違うね、やっぱ泡盛じゃない沖縄って言えば。YouTube 撮っていいかな。撮ってもいいですか。大丈夫ですよ。あら、イケメンかーい。ジョーさんの方なんだよな、担当は。そうですね、ではとりあえずオリオンビールと沖縄感ある飲み物なんか。お酒は飲めないので、なるほどね。ノンアルコールでは沖縄感あるものなんかあります。シークワーサージュースとかどうです。シークワーサージュース、それでお願いします。ノンアルカクテルとかも一応あります。でもシークワーサージュースの方がなんか沖縄感ありますよね。沖縄感あるね。とりあえずじゃあ海ぶどうと、そう、1位から5位で、1位から5位まで全部もらおう。ソーキそばも最初に頼むんですか。東京ハマも最初に行っちゃう。最初に行っちゃう。順番で持ってきてもらうことできますか。最後にソーキそばとかできますよ。さすが。じゃあソーキそばだけ最後にもらう。あれ全部行こう、はい。結構食べますね。あとなんかおすすめあれば。俺こっから見えてないんですよ。1位から5位から。ラッキョウとかどうです。島ラッキョウ。あ、沖縄感ある。それ行こう。結構量ありますあれ。1位から5位まで。俺全然わかんない。大丈夫と思います。余ったら食べるんで。じゃあお願いします。終わりました。楽しみですね。ラフテーって何でしたっけ。豚の角煮みたいなやつじゃなかったっけ。そうなの。確かに。あとはカーリーフライ。カーリーフライって何。カーリーって何だろう。曲がってんのかな。カーリーブラム。カーリーブラム。でも沖縄料理を相模原で食べるって言ったらここですよね。ここしかないですね。ハイサイキッチンの一択ですよね。オリオンビールと何が違う。ちょっと俺もよくわかんないですけど、オリオンビールなんかスーパードライみたいな感じですよね。来ました。オリオンビールのお客さん。オリオンビールとオリオンビール僕です。ジュースですね。はい、イケメンしかいませんこのお店。ありがとうございます。ありました。じゃあお疲れでした。お疲れでした。お疲れでした。どうでしょう。うまい。うまい。これが沖縄のオリオンビールですか。何が違う。色は一緒。一緒でしょ。ね、何が違うんだろうね。ここでしか飲めない。沖縄発祥のビール。そうなんだ。これ何これ。一回食べてみるこれ。なんだろう。ちょっとハイサイキッチンのお通しを一回私が行ってみようと思います。何これ。物理的によく分かってない俺これ。何。美味しい。美味しい。シーチキンと人参と何これ。ちょっと食べていただきたい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ミブドウと島原市長のお授けで。ありがとうございます。爽やか。変わりくらいです。はい。ありがとうございます。こんなに来ました。何か食べます ?1 位。1位から行く。1位から攻める。4位から海ぶどう。海ぶどうです。いや、俺海ぶどう、なんだかんだ好きなんですよね。これってどういうタイミングで食べるものなの、海ぶどうって。美味しい。美味しい、これ。
海藻だった海藻だもんね次何ですかはい、ラフペラフペ行っていいっすかこちらですこれいかついね、これこれ行っていいっすか一口で行っていいっすか行きますあ、無理だ無理柔らかいうまい豚の角煮みたいな豚の角煮なのかなうまい超えますか海藻より肉の方が好きなんでさすが良いですねいや、それ3位です3位かかなりランクが上がってる海ぶどうが良いラフテが3位これで3位になったら2位めちゃくちゃうまいじゃんこれはカーリーフライこれが噂のカーリーフライですかこれカーリーさんはそのカーリーが何なのかをちょっと検証してくださいカーリーが何なのか知りたいですか知りたいですケチャップで食べますいきますはいん曲がってるポテトってことなのか本当にでもなんだろう美味しいこのポテト美味しいやつこれ1位いっていいですかえ、1位これ島らっきょうとゴーヤチャンプルしか残ってないけどどっちこれ当てていいですかはいでね島らっきょうじゃあズドゥ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 そりゃそうだよじゃあまあそりゃそうこれでガラル食べんのあ、これで取り分けてくださいよ的なシステムでこれで食べるわけじゃないのかなあ、言っちゃいましたいや、これで食べるわけじゃないでしょこれでいっちゃうんなんか人気の理由がわかるこれがゴーヤか苦いめちゃくちゃ苦いゴーヤなんだろうこれが美味しいよねうまいどうやって食べるのこれどうやって食べるのこれダメこれこのゴーヤの苦さがめちゃくちゃいいゴーヤってこういうことか逆に苦くないと美味しくないねこれ上品な苦味そうなんですうまいめちゃくちゃうまいからで、島らっきょうをすかさず行くとあ、美味しいこれ美味しいこれ美味しい醤油かけた方がうまいうまくないですかこれこれはよくない言うたほんと嫌いなこと完全に嫌いだからあと何が来るんでしたっけソーキそばソーキそばかソーキそば知らないからねラーメンみたいなやつうどんとそばとラーメンの間みたいなやつこれ美味しいの美味しいこんだけ美味しかったらいくらでも食べれるんですけどなんかいいお店ですよね沖縄感があって、うん、落ち着くすごい居心地がいいまあ店員2人がイケメンだし店長さんもいい人だしそうですよね何より店員さんがいい一番大事なとこ店員さんと味さえ良ければあと何でもよくないですか店員さんも沖縄なんだよ石麺から沖縄来たっぽいこうなりましたあらっちょっと起きますねはい暑いんですよはいこれうまいっすよねこれうまいっすよねはい、沖縄です石麺君沖縄ですもんね僕沖縄ですいや、そうどういう意味やっちゃうかやっちゃったかそういうのスペアリブです、スペアリブ言っちゃえば平たく言えば平たくあんまり突っ込まないでバレるから沖縄じゃないか沖縄じゃないか使えてるからちょっとドリンクなんですけどシーサーもらえるやつ頼みますノンアルと一つずつあるんですけどはい、頼ますじゃはい、じゃあそれ持ってきます楽しいですねシーサーもらえるんですシーサーもらえるじゃあ行っていいっすか行っていいっすか、ソーキそば太麺だね。それ何ですか？何ですかそれ？これシーサーです。ファイナルシーサー一つにつき。ファイナルシーサー。これです。これ一杯につきシーサー一杯。一個もらえるんですかね？はい、え、どうしよう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 。え、どの人がいいどの人がいいこれ？まあ、せっかくでしたら、はい、ペアであうんの呼吸でオスメス揃えた方が。どれとどれがオスとメスかが分かる。例えばですね、口開いてる方がオスで、これはオスでこっちがメスなんです。で、右側にオス置いて左側にメスを置いて、よく沖縄であるじゃあそれ打ちます。これでいいんですか？これでいいです。これでいいの？何色がいいですか？オレンジとかもありますし。センスで。センス？これが一番いいんじゃん。これにしよう。じゃあ。それにしましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。もらっちゃったぜ。あだす。もらっちゃったぜ。いいね。どっちがメスだっけ？こっちだね。こっちがピンクなもんだって。こっち開いてるのがメス。そうっすね。持って帰るわ。かわいい。これで置いて帰ったらめっちゃ怒るんでしょうね。これちゃんと忘れないでポッケに入れとくから。ソーキそばを食べない。美味しい俺マジでこれうまくて前食べた時に、うん、本当にランチでこれ食べに来ようって何回も思ってるんですけど、まあ、まだ一回も来たことないっていうもう一杯食べたほうがそうか食べないそうかって何でしたっけペアリブ難しいこと聞きますねスープが何味か知りたいめちゃめちゃ難しいこと聞きますねちょっと分かんないっすねこれこれはうまい。これだけ食べたいんだよ、いっぱい。
これもちゃんと残しておいてよ。これ何味なんだろう。塩じゃない。なんだろう、優しい。優しいね、うまい。そうですよね、食べたことある。なんか食べたことある。生姜がいいね。生姜がちょうどですよね、絶妙っすよね。あれ食べました。食べた。めっちゃ柔らかい。なんで何も言わないで食べたんですか。待ちきれなかった。これ美味しいね。これうまいですよね、うん、なんかハマりません、うん、赤い狐。赤い狐とか言うのマルちゃん。赤い狐と見たら怒られるよ、後で知らないですよ。それ聞いてちょっと目覚めてほんと正直に言いますよ、うん、赤い狐。ぜひこの動画見た人はここ本当にめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ来てみてください。じゃあ今回はこれで終わろうと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは美味しそうだなとか行ってみたいなと思った方はぜひ高評価チャンネル登録をお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。